鹿児島県立名桜館高等学校は、鹿児島県鹿児島市郡山町に所在する県立の高等学校である。2010年4月に、鹿児島県立高陵高等学校と、鹿児島県立鹿児島西高等学校の再編に、伴い開校した。鹿児島県立高陵高等学校と、鹿児島県立鹿児島西高等学校の再編に、伴い、 高陵高校の校舎を使用して2010年4月に開校した。名称は公募で多くの桜に囲まれ、桜島を眺望できる学び屋で明るさと力強さを兼ね備えた人材が育つ学校という意味が込められ決定した。校歌は開校時の校長作詞吉又良作曲。鹿児島市の公立高校としては一番新しい高校となる。2 三年生の教育課程には総合選択制が採用されており、学科の枠を超えて科目を選択できる。高陵高等学校、編集詳細は、鹿児島県立高陵高等学校を参照鹿児島西高等学校、編集詳細は、鹿児島県立鹿児島西高等学校を参照以下の部、同好会がある。柔道、野球、ラグビー、バスケットボール、吹奏楽、 ソフトテニス、テニス、バレー、バドミントン、サッカー、陸上競技、弓道、剣道、茶道、放送、ワープロパソコン、美術、書道、ダンス通学バスが、鹿児島交通、JR 九州バスにより、鹿児島駅前バス停、鹿児島中央駅東口バス停より発車している。また、鹿児島交通により、意識ニュータウンまたは、花の団地方面より発車している。 なお、2012年4月より、バス停名が変更になり、鹿児島交通は、名桜館高校正門、JR 九州バスは、名桜館となった。2009年12月に、新規、スクールバスの路線が決定した。今まで高領高校に向かうスクールバスや路線バスが、通らずバイク通学が許可されていた、吉野、吉田地区や通学にとても不便な鹿児島市南部。 全学区からの募集のため通学に不便をかけると思われる日置地区、北札が中心であり、他の地域は今まで道理、蒸気で運行される。2010年1月から3月は高齢高校生を対象に施行され、4月の開校と同時に本格運用されるようになった。なお、すべての路線とも鹿児島交通が行っている。路線バス、編集 A。 鹿児島駅、鹿児島中央駅線 B、宮之城、伊力線 C、岡野原、花野団地線 D、意識ニュータウン線、スクールバス、編集カジキ、アイラ、カモ線吉野、吉田線吉野東中前始発早馬始発松本、伊住院線、谷山、田上、広木線、シ原中央駅線南小学校前、始発、シ原ラ中央駅、西口始発、 竹岡、名和系ユニシン高等学校鹿児島西高等、学校新規バス路線が決定しました。名桜神田より1月号より、衆議院議員情報、森山博しく2019年2月16日、閲覧 ABC、鹿児島県立鹿児島西高等学校並行記念誌。ありがとうございます。